さしカウントダウンスペシャル、ステーキなハラミタス生身の歌、元旦までよければよろしく。アキナに精を出しておくれ。分かった。おら今日で今日は目が覚めた。仲間からも言われた、おめえ酒の性がよくねえって。もうおら酒飲まねえ。この借金か、借金どころじゃねえ、生涯おら酒飲まねえ、約束する。人ともこんばんは、さだまさしです。さだはただいま配信用のコンサートの真っ最中ですが、ちょうど今ね春風亭昇太郎が芝浜やってますんで、私よかったお話できます。もうすぐ終わりますんで急がないといけない。今年のこの番組のタイトルはさだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキなハラミータス生身の歌、元旦までよければよろしくということでもって、私の好きな牛の部位でございますが、部位、サインは V。 何言ってるか分かりませんけど、私の牛の一番好きな料理はですね、やっぱすき焼きですかね。これからやっぱステーキもいいですね。ステーキになりますと、まだ若いですから、ロースがいいですね、サーロインがいいですね。美味しい牛のサーロインの割とこうしっかり焼いたやつなんかは牛の味がしますよね。牛さんありがとうっていう感じですよね。ということで今夜はこれからの3時間ゆっくりお楽しみいただきたいと思います。後ほどテラちゃんとの新春トークもございますんで、ぜひお楽しみにお聞きいただけると幸せです。じゃあテラちゃん今年もお願いします。その年の大晦日の、はいな、こんばんは、文化放送寺島直政です。9時半から始まりましたさだまさしさんの年越しコンサート、ゆく年来る年さだまさし生配信、都内のですね某所にあります会場でまさに今行われています。東京は今晴れで 2.3 度、結構冷えてきてますね。現在ステージでは来年春真打ちに昇進する春風亭昇太郎さんの芝浜が披露されています。ゆく年来る年さだまさし生配信、あれタイトル違うよと感じたあなたのために改めてご説明申し上げましょう。さだまさしカウントダウンスペシャル、今夜開催予定しておりました定まさしカウントダウンイン国技館の公演、残念ながら中止となりました。ご存知の通り新型コロナウイルス感染者拡大に伴う大晦日から元旦にかけての終夜運転の中止ですとか、東京都などの要請によって観客などの安全そして健康を第一に考え協議重ねた結果、苦渋の決断ではありましたけれども公演中止となりました。ちなみに今日の東京の新たな新型コロナウイルスの感染者は1337人と1000人を超えましたね。しかし佐田さんはただものではありません。変わり者です。いや間違えました、優れ者です。カウントダウンコンサート楽しみにしていた方々のために佐田さん別の手考えました。国技館ライブ9時半開演の予定でした。その予定していた開演時間より都内某所で比較的コンパクトなホールでゆく年来る年さだまさし生配信というですね、無観客生配信ライブを行おうと、まあこういう風な考えに至ったわけなんですね。さて2020年もあと2時間を切りました。今年1年ラジオ機のあなたはどんな表情でお過ごしになりましたか？新型コロナウイルスの影響を受けて曇った表情の方が多かったですか？それとも笑顔でいられましたか？今年は新型コロナウイルスに日本がそして全世界が翻弄された一年でしたね。佐田さんも予定していたコンサートがなかなかできず、万全の対策取りながらお客を入れたコンサートの再開は9月でした。そんな佐田さんの歌い納めです。どうかですねこれからの時間、嫌なこと悲しいことすべて包み込む佐田正史さんのコンサートでお楽しみになってください。そして一緒に新しい年迎えましょう。今夜も3時間の生放送、佐田さんの歌たっぷりとお届けいたします。そして2021年年明けには恒例となりました、どこよりも早い佐田まさしインタビュー刊行いたします。佐田さんの令和3年年明けの声、どこよりも早くお伝えいたします。その後カウントダウンスペシャルおなじみ佐田さんの新春トークももちろんあります。どうぞ最後までお楽しみになってください。佐田さんは大晦日から新年忙しいです。ご存知の方多いと思います。8時半頃 NHK の紅白歌合戦で
出て、13年ぶりですよ。そこから大急ぎでこちら、詳しい場所は言えないんですけれども、都内某所までもうすぐ移動してきたっていうね。で、私がいますこの都内某所ホールなんですが、黒基調で天井にミラーボールなんかが施されてます。行く年来る年さだまさし生配信です。さださんの衣装、市松模様ですよ、黒と緑の。そうです、あの鬼滅の刃竈門炭治郎になりきっての登場でした。さあ、それでは9時半スタートライブのオープニング曲聴いてください。長崎シティセレナーデ。言われりゃ見るけどさ、9時半にスタートしましたオープニング曲、長崎シティセレナーデでした。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろうすく、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく。行く年来る年さだまさし生配信お届けしております。お伝えしておりますように9時半からスタートしました今回の行く年来る年さだまさし生配信、都内のとある場所で行われております。さださんの年越しコンサート、行く年来る年さだまさし生配信、先ほどもこちらもお伝えしましたけれども、本来ですと国技館でお客さんの前でのカウントダウンコンサート、こちらが残念ながら諸事情で中止となりました。まあ、さださんもですね、今回この年越しライブ無観客での、このライブっていうのは初体験かと思います。ただ9時半スタートの時はもう明るく元気にですね、もう紅白一回こなして、その足でもう急ぎ足でこの会場、もうちょっとであの場所いそうになったんですけど、あの場所は行ってはいけないということになってますね。あえて申し上げませんが、ですから車で、まあのね、巡航速度というかスピード違反はしてないと信じたいと思いますけれども、
まあ、それで十分に間に合っております。はい。で、現在はですね、ステージ上、ステージ、正確に言うとこのステージの脇のところにしつらえてあります、まあ、この座布団の敷いてあるところでですね、来年春真打ちに昇進します春風亭昇太郎さんの、まあ、こちらももうおなじみになりました演目芝浜が披露されております。今そちらの方もクライマックスに達しているという状況なんですが、まあ、この後ですね、この芝浜が披露し終わった後にさだまさしさんが登場して、そして歌、そしておしゃべりというふうに続いていく次第でございます。まあ、それにしても日本の上空には平年より10度前後低い数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込んでいて、まあ、その影響で今ラジオ機の方のその地域でもですね、雪に見舞われているなんていうところがあるかと思います。まあ、今具体的手元の資料を見ると北海道、あと西日本にかけての日本海側中心に各地で大雪になっているということなんですね。またあの近畿、中国地方でも夜にかけても雪の量が増える恐れがあり、厳重な警戒が必要だということです。何かこの新型コロナウイルスの感染拡大で不要不急の外出は控えるようにという、まあ、こういうですね要請がなされておりますけれども、それと同時にこの大晦日、特にですね、まあ、お正月、年が明けても不要不急の外出、まあ、これは控えてくださいという、こちらは天候上の理由でも、まあ、こういった、要請がなされているという、なんともですねダブルのこの不要不急の外出自粛の要請がなされているというのもなかなか経験はできない、まあ、正直言ってしたくはなかったわけなんですけれども、だからこそ、まあ、今回ですね、文化放送をキーステーションにお届けしておりますゆく年来る年さだまさし生配信、さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろすく、こちらをお届けして、ぬっくぬくとですね温まって、そして例えば画面、そしてこのラジオにですね歓声など浴びせてください。歌が始まるようです。お聴きください。私が生まれてきたわけは父と母とに出会うため、私が生まれてきたわけは兄弟たちに出会うため、私が生まれてきたわけは友達みんなに出会うため、私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会うため、春くれば花をのずから咲くように、秋くれば葉をのずから散るように幸せになるために、誰もが生まれてきたんだよ、悲しみの花の後からは喜びの実が実るよ。私が生まれてきたわけはどこかの誰かを傷つけて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かに傷ついて、私が生まれてきたわけは
どこかの誰かに救われて、私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを救うため。夜が来て闇をのずからしみる夜、朝が来て光をのずから照らすよ。幸せになるために誰もが生きているんだよ。悲しみの海の向こうから、喜びが満ちてくるよ。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたを守るため。命の理由を芝浜の今夜はアンサーソングに選びました。春風亭昇太郎、来春には流子になります、大面積を背負うことになりますけどもね、今日聴いていただいて、ちょっと感じていただいたように非常に、奥行きのある、将来性の確かな、若手の話し家ですので、ぜひこれからね、ひいきにしてあげていただくといいなと思います。もうなんかそのうちさ、なんかここでさ、カウントダウンで芝浜やりたいっていう話し家がみんな集まってきたりすると面白いね。なんか5時ぐらいから芝浜ずっと5人ぐらいやってそれもしんどいな、聞く方が。まあいろいろありますけどもね。昨日は倉田君、レコ隊ご苦労様でした。いえ、一日中やってたでしょ。そうですね、まあねえ、はいはい、あれってもう頭の中煮えたりしないの？まあ煮えますね。煮えるよね。煮えますね。結構その年によって違うけれども、うん、割とやっぱりピアノってね、楽器の性質上、そうそう、しょって立ってる、そうだよ、部分っていうのがあったり。野球ではピッチャーみたいなもんだからね。うん、うん、はい。すごい、ご苦労様でした。お疲れ様でした。とんでもない。今回はいろいろ何を歌うか悩んだんですけどね、ここで、去年のこと、まだ今年だ。今年のアルバムのタイトルソングの、レゾンデートル、をお届けをしようかと思います。私に何ができるだろう、迷いに迷う。
節の中で私の存在理由はあなたの明日の笑顔を曇らせぬように作りたもたのだろう。せめてどちらかの一つに決めてしまわれたのならば、誰も苦しまずに済んだろうか。あなたを守るために私に何ができるだろう。さまよう時の流れの中で私の存在理由はあなたの未来の笑顔が続きますように。あなたを守るために私に何ができるだろう。さださんが今ギターを弾き始めます。一人きりではないと
優しい手紙をありがとう。気にかけてくれていてありがとう。下書きの跡が胸に染みます。こんな私のためにこんなにたくさんのあなたの時間をくれたのですね。心からどうもありがとう。忘れずにいてくれてありがとう。季節の花を少し送り、あなたのあの笑顔を飾るには足りないけど、せめて私の心を添えて。幸せのありがとう、ぬくもり届きました。バースデーという曲をレゾンデートルに続けて聴いていただきました。鶴瓶の家族に乾杯というね、 NHK の番組の主題歌として作っても二十何年ずっと使ってくれてるんですけどね、今年は鶴瓶ちゃんに会ったかなと思ったら、一度だけ巷の噂っていう番組に僕ゲストで入れてもらって、その時に、鶴瓶ちゃんと、巷の話っていう番組で、ご一緒しただけだったね。鶴瓶ちゃんとは年にね、何回かは一緒に飲むんだけど、今年はさすがにこういうことがあったんでね、残念ながら飲むことはできませんでしたけどね。でも今年も音楽を止めるなっていう気持ちでもって、みんなとスタッフとそれからメンバーと散々相談して、安全に安全にというんで9月1日からコンサート始めました。満席でお客様をお迎えするわけにいかないという状況は相変わらずこれからも続くようですけれども、それでも音楽を止めたくないって思いで始めた9月の1日から12月の6日まで30ステージ、まあ本当にお客様のご努力があって、まあ仲間たちも頑張って、感染者の報告がないというのは本当に何か、これから来年にかけて、もうすぐ来年ですけどもね、こう勇気が湧いてくるような気がします。素晴らしい仲間たちを紹介してまいりたいと思います。佐田工務店です。ピアニストから紹介します。ピアニスト倉田信夫。オーボエです。庄司聡。バイオリニストです。東堂雅彦。
チェリストです。徳澤制限。奏者紹介します。木村キムチ誠。ベーシストが紹介します。佐賀県出身平石勝美。優しいギタリスト田代浩一郎。最後はスーパードラマです。島村英二。すごいよこれ見て、この服。さだまさしさん含め、そしてバンドのメンバー、さだ工務店の今紹介がありました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろうすく、生放送でお届けしています。今年はなんか鬼滅なんで。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく。さだはよ、まだまだ歌うしよ。今年はステージもお話ししましたけど、服部勝久先生がね、6月に亡くなりまして、まあ、こういうさだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろうすく、都内某所で行われておりますさださんの年越しコンサート、ゆく年来る年さだまさし生配信、こちらの模様生放送でお届けしております。現在ステージではですね、先ほどまであの黒の長めの衣装だったんですけれども、それがもうすぐに早変わりをしまして、緑地なんですけれどもさだまさしという模様が入っている、その衣装を着ながらさださんのトークが続いています。どうぞ聞いてください。開けたりね、それから風船パーッ飛ばしたりしてね、後でヤクルトスワローズに謝りに行くとね、そういう予定で今いるわけですけどね。まあでも服部先生は可愛がってもらいましたね。僕はね、渡辺俊之も本当に育てられた中の一人ですね。服部先生とは日本中旅しました。でも僕の渡辺俊之がいない間、本当に僕の音楽活動を服部先生一人で支えてくださって、一緒にアルバムを2枚、作ってくれました。僕は曲作りが遅いんでね、服部先生家に缶詰になって、本当に缶詰になって曲を書かされたりしましたね。ある時なんか僕は曲書くの遅いから明日レコーディングする曲がないっていう事態に陥ったことがあるんですよ。そしたら服部先生がまさしどうするんだ、明日撮るものないじゃないかとか言われてね、で僕はもうじゃあ諦めますかって言ったら、バカそういうわけに行くか、もうみんな抑えてんだから、
どうにかするって服部先生が言うから、どうするのかなと思ってたら一曲書いてきてくれたんですね。で勝手にアレンジをして、まさしこれに詩を乗っけて歌いなさい、まあ、後でセレナーデって曲になったんですけどね。それから、お家に閉じ込められてね、曲を書いてもう寝ないようにして頑張って、翌日もずっと起きて、夕方夜になってようやく一曲できて、でこれをね服部先生に聞かしたら、まさしこれいいじゃないか、よし君はもう 寝なさい、寝てる間に服部先生がアレンジをしてくれて、翌日レコーディングをした黄昏までなんて歌、いっぱいそういう思い出がありますね。日本中歩きました。ハワイにも一緒に行きました。ある時僕が考古学の話になりますけど、邪馬台国探しをしていて、どうも邪馬台国というのは北九州にあったんではないかというそういう話を、まあ、僕は北九州説を、一応九州人ですから北九州説を取りましてね、あちこち発掘作業に行ったんです。そのうち本当に阿蘇の方で、その時代の古墳があるんだろうかと思って、阿蘇の方のね僕の友人に、考古学をやってる友人に聞きましたらね、いやー残念ながら7、8世紀以後のものしか阿蘇の周りでは出ないというんでね、3、4世紀のものは出ない、でも一応念のために阿蘇へ行って、もう見つかった、要するに墳墓でいいから、お墓でいいから、僕らに見せてくれって言ってたんです。で服部先生がそれを聞きつけて、まさしそんな面白いところ一人で行くのか、いや行きますよ、僕も連れてきなさいって服部先生がね来たので、来たのはいいんだけど、僕は先に熊本にいたんだけど、服部先生はね飛行機で熊本空港に降りる予定だったのが雨で熊本に降りなかった。それでどうしたかというとね、福岡へ降りた。だから熊本に来る間、今みたいに近くないから4時間ぐらい服部先生が遅刻したの。4時間遅刻したの。その4時間待ってる間に14年ぶりに新しいお墓が出た、発掘された。それで僕は服部先生と軍手して、墳墓の丘、棺を開けるなんてね、考古学者でもねそう経験しないことをね服部先生とやったね。服部先生と、じゃあ先生行きましょうってね、わーってやって、その後服部先生足くじいてね、たたりだとか言ってね、まあ、いろんなこと言ってましたけどね、まあ、足くじくぐらいやったら僕はもうピンピンしてましたからね。たたりは人を選びますからね、だから元気で頑張りましょう。まあ、今年もいろんなことありましたけど、いつかね服部先生の、ご恩をお返しするようなそんな日が来るといいなと、こんなふうに思ってます。せっかくですんでね、服部克久先生と一緒に作った歌を2曲、セレナーデ、それから黄昏までとお届けをいたします。
受け気愛しい丘の上はいつでも向かい風が吹いて空と海の青と思い出とが一列に並ぶ君が愛していた子犬はあれから大きく育って今僕のそばで一緒に海鳴りを聞いてる金色の波の上を ほかげが一つ二つ港へと帰ってゆく昔君と約束していた二人して年老いたの
会えた君を追いかけて僕の心がカモメになって舞い上がる。それまでのイントロの出を間違えました。私にはこんなところで。お聞きいただきましたのはさださんと、今年残念ながらお亡くなりになりました作曲家服部克久さんにまつわるお話、そして2曲セレナーデ、黄昏までお聞きいただきました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろすく、生放送でお届けしています。カウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく、もう死ぬない MC 哀れ牛島直政ちゃん頼んだよ。僕も出しますけどもね。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろすくお届けしております。とある都内某所で行く年来る年さだまさし生配信、こちらを生放送でお届けをしております。さて番組では2021年の牛年です。今回ですね、牛が食べたものを反芻するように、いい意味でですよ、反芻するように何度も味わった、何度聞いでも飽きないさだまさしさんの歌、名付けてさだまさしの反芻歌というのを募集いたしました。たくさんいただきました、ありがとうございます。同時にですね、2020年嬉しかったこと、2021年、こうしたい、あうしたい、こうしたい、あうしたい、あーしたいですね。ラジオだと非常に微妙なところなんですけども、2021年はこうしたい、あうしたい、こちらを募集いたしました。私一応アナウンサーやってるんですけども、これ B
微妙な感じのところを出すというのはなかなか難しいもんですね。まずはこの時間をあの使わせていただいて、そのさだまさしの半数かというのをいくつかご紹介させていただきます。たくさんいただいた中でも、パンプキンとシナモンティーというのをいただいたのがラジオネームのファミレドシさんですね。パンプキンとシナモンティー、パンプキンパイとシナモンティーですね。我が家の子供たちの半数かです。子供たちが小さい頃から家にあるさださんの楽曲を聴かせていた私、アップテンポなこの曲がかかると子供たちは大笑いし、何度も何度も繰り返し聴き口ずさみました。ちょっとパワーの足りない時この曲を歌うと元気になります。同じくこの半数かでパンプキンパイとシナモンティーを選んだ方が、中野区にお住まいのラジオネームコーラルカナグシクさんですね。この方からも同じくパンプキンパイとシナモンティー、あ、今ですね、中継がどちらかとつながったようです。早速聞いてみましょう。こんばんは、お久しぶりです。すごいよ、こっち盛り上がっちゃって。盛り上がってますか？16万人ぐらい入ってる。言ったもん勝ちですからね。そうそう、言ったもん勝ちですから。本当は4人ぐらいしかいないけど、はい、中継がつながったのどうも桃黒かのようですね。私もありがとうございました。ね、嬉しいですね。両国国技館でコンサートを予定されてたんですけども、はい、場所を変えての配信ライブになったということ で、はい、そうです。やっぱりね、はい、電車も動かないみたいだし、それからやっぱりこれだけね、感染者の方出てくるといっぺんに集まる、まあ、安全にやってるんですけどね、感染者が出ない自信はあるけれども、ここはやっぱり中止にしようと、もうここでね、なんか意地張ってもね、なんかカウントダウンじゃなくてイメージダウンになっちゃいますからね。あ、本当、はい、ですね。いや、ありがとうございます。早く会いたいですね。早く会いたいです。本当だね、早く、はい、中華料理食べに行こうね。そうですね、延期したまんまなんですよ。今年できなかったんでね、中華連れて行って、はい、いただく約束してたんです、ね、そうです。収まるといいね。さあ、今日はさださん、どんな曲を歌っていただけるんでしょうか。さっき紅白でも歌ってきたんですが、はい、そうですよね。すごい、お忙しい。ありがとうございます。奇跡2021、今回は紅白じゃないんでフルバージョンで歌わせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌っていただきましょう。さだまさしさんで奇跡2021です。どんなに切なくても必ず明日は来る。長い長い坂道登るのはあなた一人じゃない。現在さだまさしさんが奇跡2021紅白でも歌ったこの曲歌ってます。現在さださんとももクロがコラボをしています。まもなく11時です。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキだ、ハラミタス、生身の歌、元旦までよければよろしく。ただいま猛烈に猛ダッシュで放送中。都内某所から行く年来る年さだまさし生配信の模様をお届けしています。11時をお伝えしましたんで、もう2020年もあと1時間を切ったということになりますね。現在さださんが奇跡2021を歌っています。流れる川を夢というなら
できたならそれでいい。僕は神様でないから、奇跡を作ることはできない。けれどあなたを思う奇跡なら神様に負けない。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今ももクロ音楽会音楽祭のももクロなんだろう音楽祭の思い出歌合戦です、はい、そろそろ覚えていただけたら嬉しいです。なんだっけ毎年ね桃色歌合戦です。毎年出てらっしゃいますけど全然、はい、もう何年も続けて出てるのに全然覚えてないのね。タイトルありがたいです、はい、いつも毎年毎年でも本当に毎年ありがとうございます。今年はねこんな感じであの国技館があの中止になったんでね、あのももクロちゃんには駆けつけてきてもらえませんけども、この後会いに行けない。そうですね毎年ね会いに行けないの。そう佐田さんに会わないと年が越せないっていう感じだったね、うん、今年は。そうだよね。なんかあの古本の匂い嗅がないとトイレ行けないっていう感じの。そんな格好じゃない。そうそうそうじゃない。あ、そう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 じゃないよ。そうそうそうじゃない。何言ってるんだ。佐田さんありがとうございました。どうもありがとう。どうもありがとうございました。頑張ってね、はい、これから。はい、ありがとうございます。いい年にしましょう。良いお年を。良いお年を。終わってなかったのね、さっきはね。まだ続いてたのね。知らなかった。全然打ち合わせないから。もうなんか適当に歌って終わりかと思ったら、そんなことは、ないのね。この後はどうするんですか？もう、え？すぐ歌え？すぐ歌うの？わかった。それじゃあ、すぐ用意してください。すいません。みんなすぐ用意して。ちょっと今油断してたでしょ。僕も油断してた。じゃあ行きますか。行きましょうか。はい。佐田さんが今タオルで額の汗を拭きました。そしてマイクに向かいます。時には思い出行きのガイドブックに任せ、あの頃という名の駅で降りて昔通りを歩く、いつもの
月の名残が少し、メトロの駅の前には62番のバス、プラダナ砂並木の古い広場と学生だらけの街、そういえばあなたの服の模様さえ覚えてる、あなたの眩しい笑顔と友達の笑い声に抱かれて、私はいつでも必ずきらめいていた。あるいはもしもだなんて、あなたは嫌ったけど、時を遡るチケットがあれば欲しくなる時がある。あそこの別れ道で選び直せるならって、もちろん今の私を悲しむつもりはない。確かに自分で選んだ以上、精いっぱい生きる。そうでなきゃあなたにとてもとても恥ずかしいから、あなたは教えてくれた小さな物語でも自分の人生の中では誰もが皆主人公、時より思い出の中であなたは支えてください。私の人生の中では私が主人公だと。主人公をお聞きいただきました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦まで良ければよろをすく、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦まで良ければよろをすく。さだはよ、まだまだ歌うしよ。こういうのいいのこれ。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦まで良ければよろをすくお届けしております。2021年まであと48分を切ったということですね。さださんの年越しコンサート、ゆく年来る年さだまさし生配信、こちらの模様を引き続き聞いてください。それじゃあ3曲続けて、大丈夫かな俺。
まあいいか、明日歌わなくていいし、もうすぐ明日になるんですけどもね、3曲続けてお届けをしますよ。コンサートでも大変評判が良かったんで、ここはやっぱりやってみようと思います。フィナーレに近い3曲です。岩崎宏美さん、まあ今年もね生さだに来てくれるかなと思ったんですけど、岩崎宏美さん、宏美にとって僕は生き神様なんですよ、本当はね。で、まさしは生き神様なんだからね、まさし元気でいてよね、まさし常に呼び捨ての生き神様とか、呼び捨ての生き神様で、宏美に還暦祝いに書いた歌、残したい花についてという歌、大きなバラードがいいかなと思ったけど、宏美がね、まさし私はね、あのステージに立ってる人間として分かってくれると思うけど、大きな歌を歌った後にお客様の手のひらにそっと手渡すような、そんな小さな歌がいいって言ったんですね。それで書いた残したい花について、それからテルヤリンケンと一緒に、まあ、作った、と言っていいですね。テルヤリンケンが主に作曲をして、僕は作詞をした、漂流という歌、これを今日はリンケンも聴いてくれてるといいなと思いますけどもね、この2曲を続けます。もう1曲、これは東京芸術大学の沢和樹学長と作ったというか、デュエットしたくて僕が作った歌ですね。でヒイラギの花、まあ、ヒイラギというとね、なんか赤い実の、クリスマスの、あるいは、イワシの頭を一緒に刺した、節分のヒイラギイワシみたいな、そういうのを連想される方あるでしょうけどね、なかなかいい感じの香りがするんですよね。もう木星系の花ですから、12月の初め、11月の終わりぐらいから12月の初めに、まあ、関東では咲きますね。いい香りがします。小さな小さな可愛らしい花が咲くけど、みんなトゲばっかり、葉っぱのトゲばっかり気にしてね、なかなか花にまで気がいかないみたいですけど、あれね、びっくりしましたね。ヒイラギもだんだん年を取ってくると、葉っぱのトゲがね丸くなるそうです。人間もそうありたいね。もうだんだん、もう 俺らももうそろそろさ、身もならない年に差し掛かるとさ、なんかこうあれだよね、もう葉っぱ丸くなりたいなと思うね。まあ、葉っぱ丸くなったからって言って、まあ、我々の場合にはもうやめようね、田代君、置いていくだけっていうのやめようね。なんかこう、こっからなんかもう一つ、なんか自分の、あ、こんな自分がいたんだっていうのを探す旅っていうのをしてみたいなって思いますよね。まあ、ちょっと時間よりも1分半ほど早いですけども、この後の方が、この後の余裕のために先に歌い出しちゃおうと思います。残したい花について、それから漂流、さらにヒイラギの花と続けてお届けをします。そうかな、今日生きた記念に、下手だけど精一杯頑張ったんだから、悔しかったことや傷ついたことや、そんなものは残さない、忘れることにしよう。明日は明日の私が生まれ、今日とは違う私を生きる、いいことだけ残そう、嫌なことは置いてこう、下手だけど精一杯生きているんだから、記憶があればいいのにね、準備なんか
できるんだけどね。でも明日の記憶はない方がいいね。がっかりすることは知らない方がいい。明日は明日の私が待ってる。今日とは違う私が待ってる。明日の希望はときめきだけでいい。大好きなあなたの笑顔があればいI'm not afraid to die.
歌ってきたから誰もいない。
もどかしい過ちの数々一つ一つ胸に並べている。あなたはそれでもこんな私を許してくれるだろうか。秋風の気まぐれなカデンツ。明日は木枯らしが吹くらしいと遠い窓の明かりが言う。辛い夜を過ごすあなたに本当の幸いを届けることができますように。私に許されますように。良い闇の手探りの中でこそ。この仮に手をひらぎの花ゆく年くる年さだまさし生配信。残したい花について、漂流、そしてヒイラギの花、3曲続けて聴いていただきました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろうすく、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく、ただいま猛烈に猛ダッシュで放送中。素晴らしいですか。この写真、時刻11時35分となりました。2020年もあと25分を切ったということですね。なぜか緊張してまいりました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく。ゆく年くる年さだまさし生配信です。さださんトークしています。聞いてみましょう。パキスタンにハンセン病の病院を作るために出かけたのに、あまりにもアフガニスタンの内戦がひどくて避難してくる人が多いんで、これは彼らを救わなきゃいけない、これはお医者さんとして行ったのにもかかわらず水が足りないって言うんで、井戸を1600も掘ったんですね。でしかも
その水がだんだん水質が悪くなるというんで、やっぱり水を引かなきゃダメだというので、何年も何年もかけて大きな川から、水路を引いて、本当に何一つなかった砂漠を緑に変えた、カカムラードと呼ばれていた、中村のおじさんと呼ばれていた人です。この人が残念なことに、アフガニスタンとタリバンとの、まあ、内戦の最中に、ああいう形で銃撃で亡くなったというのは本当に悔しいことですね。で、面識もないのに歌っていいのかという思いは自分の中にもありました。だが、僕が青春時代に、可愛がってくれた山本健吉先生が、君はね、もういなくなってしまった大切な人を歌うことに長けているから、それは続けなさい。もういなくなってしまった大切な人を歌うというのは、日本では万歌と言って、日本の詩歌の大切な伝統だから、君はその歌を作ることを自分の仕事と思いなさいと言われたことがあったんでね、勇気を振り絞って作りました。おかげで中村哲先生を偲ぶ会、11月の末に行われたんですが、九州大学で行われた、僕そこにお招きをいただいて、沢さん、せっかくだったらあの歌を歌ってって言われたんです。ああ、認めてくださったんだなと思ってとっても嬉しかった。その時にお嬢様にもお目にかかってね、さら父と生さだを見ていたんですよというふうに言われると、ああ、どっかでご縁があったんだなと思うし、あ、もっともっとたくさん、お元気なうちに伺いたいことがたくさんあったなとつくづく思います。そしてアフガニスタンの大使、特命全権大使ですが、マハバッドさんという方にお目にかかって、どんな方でしたかと伺ったら、即座に天使でしたと答えられたんですね。天使のようなという形容詞ではなくて、天使でしたという言葉に万感の思いが込められていたと思います。どのように中村哲という人が、現地の人に愛されていたのかが伝わってきました。一粒の麦、聞いていただきたいと思います。戦に疲れ果てた貧しい人たちには、診療所よりも一筋の水路が欲しい。水があればきっと人は生きられるだろう。いさかいを止める手立てに、貧しさは治せないもん。武器で平和を買うことはできないもん。けれど決して諦めてはならない。
粒の麦の棺を担う人に伝えてよ、悲しんではいけないと。この星の長い時の流れの中で、百年など一瞬のこと。ペシャワールの山の向こうの見果てぬ夢以外に伝えたいことは他にはあまりない。コーヒーカップに夕日が沈む頃にふと思い出してくれたらいい。来るその時までも私にできることをなせばいい。もう私にできるだけのことを。ごめん、薬で貧しさは治せない。武器で平和を買うことはできない。ごめんけれど決して諦めてはならない。ごめん、夢はきっと引き継がれるだろう。私にできることをなせばいい。もう私にできるだけのことを。ステージでは生前の中村哲さんのこの重機を自ら操る姿、映像が流されながら、さださんが一粒の麦を歌いました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦まで良ければ夜を救う、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、この時間は食べログの提供でお送りしています。食べログモールっていうグルメ通販サイト知ってる？あの食べログがお取り寄せサービスを始めたの？うん、予約困難なお店に行列店、隠れた名店のお取り寄せができるんだよ。しかも商品の特徴からおすすめの食べ方まで丁寧に解説されてるの。すごい気になる。私も食べログモール検索してみよっと。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、
元旦までよければよろしく。今はな本当になんかそうですかっていう感じの時刻は11時47分を過ぎました。新年まであと13分を切ってますね。今ステージ上ではトークが続いています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく、生放送でお届けしています。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく。それから、あらぬ噂流言飛語、時刻は11時49分となりました。もうすぐ新年令和3年を迎えようとしています。今年よりももっともっといい年になることを祈りつつ、さだまさしさんと共に新しい年を迎えましょう。年明けすぐにはですね、世界で一番早いさださんへの直撃インタビューも刊行いたします。この後私さださんのそばに移動をいたします。恒例の干支にちなんだコスプレも準備しておりますんで、後ほど文化放送の SNS などでこの姿もぜひご覧になってください。それでは引き続き2020年結びの大一番、さだまさしさんのライブ楽しんでください。国民の力で乗り越えてきたんですよね。お金のない時も、それから戦争であんなにめちゃめちゃになった時も、原爆であんなになった時も、それを乗り越えて、一つ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 作り直して、私たちの国は、また、普通の歩幅で歩くようになる。この国の人たちは元来、日本人的なホスピタリティに溢れている人たちがたくさん住んでます。にもかかわらず、こういう時に、絶対に出してはいけない愚痴、あるいはもしかしたら心のどっかで思っている本音。だって感染した人を罵るっていうことは、そういうことを罵した人が感染した時に自分をどんな風に罵るんだろうと思ってね、僕はそれを聞きたいなとつくづく思います。人を罵ることだけではない、ものの伝え方が僕はあると思っています。なんか医療関係者に拍手をなんて口先では言いながら、あの病院では、コロナの患者を受け入れている、あそこの病院の看護師さんの子供だよって差別されるような、そんな日本は断じて許してはいけないと僕は思っています。本当に心の緊急事態です。まあこれから、どういうふうにこの病気が展開していくか分かんないけど、我々は我々の力で明るく助け合って乗り越えていかなければいけないということだけは確かです。どうか近所の人たちとか、あれ自分の周りの人たちだけは絶対にそんなふうに心が離れていかないように、こんな離れていなければいけない時だからこそ、その距離感をもう一度確認し合う。僕はね、ある意味でふるさとへ帰ることができないという人がたくさんあったでしょ。そういう人たちはね、離れて暮らして会えないんだったら一緒に暮らせばいいという考え方になるかと思うの。これから大家族が増えていくと、また日本人の心の趣が変わってくる。来年はいい年にしましょう。歌ってるうちに年が明けそうだけど、本当に皆さんありがとう。来年はいい年にしましょうね。クリスマスが過ぎたなら、今年を振り返る季節だって、もうすぐ誰にでも新しい年が来る。クリスマスが過ぎたなら、心を入れ替える季節、ちゃんと反省した人には素晴らしい年が来る。どんなに辛い年でも、どれほど苦しい年でも、
すべて今年に詰め込んで、悲しみにさよならを。大津の森の夜には行く年に心からありがとう、みんなで一眠りしたなら幸せになろう。クリスマスが過ぎたなら優しい人になる準備、来年こそ今年こそは新しい人になろう。クリスマスが過ぎなら、あったかい人になる準備、笑顔で過ごせるような素晴らしい年が来る。新しいカレンダーと新しい今年の命、涙ぬぐい笑って歌おう。悲しみにさよなら。クリスマスが過ぎたなら、すべての命ありがとう。みんなで一眠りしたなら幸せになろう。大津の森の夜には行く年に心からありがとう。幸せになろう。
こともあるよね。何回やってもダメなことも、完璧だと思ったのに相手が上。ステージではさださんが大つごもりから春爛漫と切れ目なく歌っています。まもなく2020年がさださんの歌声とともに生き、さださんの歌声とともに新年が幕を開けます。さださん歌唱中ですから、私寺島が控えめに時報までカウントダウンをいたします。2021年まであと15秒、よければあなたもご一緒に新年まで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。新しい年がやってきましたよ、みんなおめでとう。新しい年を迎え、新年のご挨拶を申し上げます。文化放送寺島直政です。2021年、令和3年が始まりました。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければ夜を救う。都内某所で行われていますさだまさしさんの年越しコンサート、ゆく年くる年さだまさし生配信。ステージからは新年にふさわしく春爛漫が聞こえてきています。まもなくライブが終了します。私どこよりも早くさださんに独占牛年インタビューをいたします。ご期待ください。あなたに出会えたあたり、ほら桜が咲いた幸せ色に。ゆうき君、今年もありがとう。ゆうきたかひろはただ踊りに行きました。小さな外れは当たりの貯金、いつかはドーンと当たり。人生ダメでもともとじゃないか、季節は巡る運も巡る。ほら桜が咲いた咲いた咲いた、ほら桜が咲いた幸せ色に。桜が咲いた咲いた咲いた、ほら桜が咲いた幸せ色に。みんなありがとう。年が明けましたよ。みんな本当に明けましておめでとうございます。さだまさしさんの春爛漫が終わりました。これをもちまして、ゆく年くる年さだまさし生配信が終了でございます。さださんはもう年末から忙しいのなんの、 NHK の紅白歌合戦に出て、そしてこちらのライブ会場にやってきて、そしてこの後ですね、 NHK まで再び移動するという、その合間を縫って私短い時間でも少しでもお話聞かせていただこうと、ただいまさださんの楽屋近くにお邪魔しております。コンサート終えたばかりのさださん待ってます。2021年、どこよりも早い、ある種迷惑なインタビューではあります。しかしソーシャルディスタンス、これはもちろん取ってですね、マスクをしてお話を伺います。今マスクをさせていただきます。いや、それは申し訳ない。そんな思いまでさせてね。ちょっとこのマスクの音になりますが、少しこもった音声にはなっているかと思いますが、これもさださんとのソーシャルディスタンスイコールそのマスクを着用というのがですね、やはりこのご時世大事ですんで、まあもういろいろ聞きたいことはあるんですけども、まず私のいでたちです。黒のタキシード、赤のこの蝶ネクタイにですね、やはり牛年仕様でございますんで、いつものようにお帽子のような牛をかぶっております。そしてメガネを今回はですね、着用いたしております。私普段からメガネはかけておるんですが、その上に2021というですね、その丸の間から、その視界を広げようという、そういうこのメガネ、今はいろんなもの売ってるんですね、まあ、これをかけての私さだまさしさんへのどこよりも早くのインタビューでございます。まもなくさださんトークを終えてですね、あ、今終わったようです。そしてこの忙しい時間を
をですね、なんとかこの私も少しでも1秒でも2秒でもいただいて、早くさださん戻ってきてください。この後ですね、おそらく NHK にすぐに向かう感じなんですけども、私のこの喋りもだんだん早くなってきました。さださん早く戻ってきてください。お疲れ様です。さださんまだ見えません。私の視界にはまだ入っておりません。私のこの本をひでたちを見るとだんだん声も高くなって、ヘリウムを吸ってしまったような声になってきて、あ、今さださんがですね、何か大きな声で挨拶をされた模様です。あ、今ですね、さだ工務店 の演奏の方々ともいろいろと、あ、まだあの配信のですね、お礼のこのコメントを述べている、そういう状況です。思った以上に長くなっております。さださん早く来てくれませんか。だんだん私のインタビューの時間も短くなっている感じです。ここではあまり大きい声は出せませんが、マネージャーさんがなるべくこの時間をカットしようという感じでですね、私に背を向けている次第でございます。私の存在をあえてこの消しているかのような、そんな感じ。あ、さださんがそろそろ、あ、今さださんが戻ってきそうです。小豆色のこのハッピーのようなものを着たですね、さだまさしと書いてあります、そのお素敵なおしゃれなそのハッピー、これを着たまんまですね、あ、今マネージャーさんが動き始めました。マネージャーさん動き始めた。あ、そして、あ、あ、もっと移動してくれということですね。本当に1秒を刻むようなこの忙しい中でのさださんへのどこよりも早いインタビューです。どこよりも早いインタビューです。あ、さださんお疲れ様でございます。あ、今年もどうぞよろしくお願いいたします。どうも、本当に今年は何、寺牛の獅子王です。寺牛島暴れ牛島直政でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのコンサート終えていかがですか。いや、やっぱりね、お客さんのいるいないではね、疲れ方が違うね。あ、どちらなんですか。やっぱお客さんいる方が疲れないね。あ、やっぱりそうなんですね。やっぱ僕らの、主食って拍手なんで、はい、もう主食がないとね、もうお腹空いちゃってね、最後はヘロヘロになりましたよ。いやいや、それでも元気だったじゃないですか。ひどい間違いいっぱいしてね、でもこれがいいのかなと思いますけどね。いやいや、これは素晴らしい。この2021年になりましたけども、さださん、はい、どういうふうに。いや、まずはね、みんなでも耐えましょう、耐えてね、これを明るい方向へ向かっていく、もう本当に傷つけ合わないように、せっかく一緒に生まれて同じ時代を生きてんだから、みんなで助け合っていけたらいいですよね。もう本当にそう思います。はい、さださん、これから NHK ですか。僕これから NHK 行ってね。もう元気だ。だって NHK から始まってこちらに来て NHK にまた行くんですよね。そうだ、テラちゃんとは生さだで会えないけど、はい、もうごめんね。今年もどうぞよろしくお願いします。一緒に行く。もうそれも番組がお気持ちだけで、ありがとうございます。本当、文化放送にはお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今20曲の曲で聴いてくださってますからね。20曲です。すごいね。そうなんです。嬉しいね。ありがとうございます。では今年も元気で頑張りますんで、いい歌聴かせてください。今日今日のライブで気に入ったところあったらね、コンサートでもやってる曲ありますから、ぜひライブにお出かけください。はい、待ってます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。テラちゃん頑張ってね。ありがとうございます。はい、もう急いでですね、さださんが、今楽屋に向かっていきました。はい、今、はい、あっという間の時間ではありましたけれども、どこよりも早い、世界一早いさだまさし直撃インタビューを刊行いたしました。続いてはですね、お知らせ挟んでさださんの新春トーク。あ、もうマスクはもう大丈夫かな。はい、今さだ工務店の方々が、あ、倉田さんどうもお疲れ様。本年もよろしく。レコード大賞もお疲れ様でございます。見てました、私。素晴らしい。今日ももうね、もう国技館さん受けました。ありがとうございます。そうですか、どうも。ありがとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。お疲れ様でございました。はい、はい、思わぬ倉田信夫さん、名ピアニストとお話をすることができました。私、生まれて初めてお話をさせていただいた。今年は何かいい年になりそうです。はい、以上、世界で一番早いさだまさし直撃インタビューでした。続きましては、お知らせ挟んで、さださんとの新春トーク。これ、どのような話が飛び出すのか、どうぞお楽しみに。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキなハラミタス生身の歌、元旦までよければよろしく。もう牛乳と来い、ハッピーニュー牛乳イヤー。絞りたてトークパート1。
新年明けましておめでとうございます。さだまさしです。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。牛年を寺島直政改め暴れ牛島直政です。暴れ牛島すごい名前です。暴れ牛島、牛島、初めて濁った気がします。すごい島って。そうだね、暴れ牛島直政です。島だもんね。島、今年も気合入ってますね。テラちゃん入ってますよと。テラちゃん知ってる、はい、あのね、牛にまつわることわざで、牛の角を蜂が刺すって、これどういう意味だかわかる？うちの牛の角を蜂が刺す、どういう意味だかわかる？牛の角蜂が刺す、うん、牛の角、漢字で書くと牛角、わ、うん、かりました。わかった。うん、焼肉屋に蜂が舞い込んで大騒ぎという意味ですな。それは大騒ぎだけど惜しくない。惜しくない。全然違う。え、正解は何も感じない。だって角刺されたって痛くも痒くもないよ。ね、つまりそういうことです。え、何も感じない。え、そういうこと。そう、ラブリーに突っ込まれても大丈夫な上沼っていう、こういう感じですね。あら、M1 が出てきちゃった。痛くも痒くもない。ああ、ね、いや、さすが佐田さん、新年から勉強になりました。なりましたか。なんとも感じないような寂しい人間にはなりたくない。私、牛島、暴れ牛島直政、佐田さんに教えを請いたいです。何でしょうか。今回ですね、うん、牛が食べたものを反芻するように、胃が4つあるからね。何度も味わった、何度聞いても飽きない佐田まさしさんのこの歌とか、うん、名付けてですね、うん、佐田まさしの反芻歌を募集したんです。反芻歌。ええ。嫌な言われ方だけど、いいな。いいでしょ？いいだろう。音にするとね、ちょっとこう、うん、反芻っていう言葉がね、なんか、こう、なんか上がってくるみたいで。そうですね。だけど、込み上げてくるものがありますけど。何回でも楽しめるっていう意味ではね。そうなんですよ。いいですね。反芻歌募集いたしました。うん、ではですね、さだまさ牛さんは、さだまさ牛、俺。まさ牛なんだ、今年は。そうなんです。まさ牛です。は、何を反芻しているのか。お、まあ、2021年、私もですね、さださんが反芻しているものを、反芻してみたいと考えてるんです。なるほど。いや、反芻、人が反芻したものは、まあ、反芻しないはいいと思うけどね。そうですかね。うん。いやいや。自分で反芻しようよ、飲み込んで。ではですね、うん、今から私が反芻しますから。反芻すると、俺がそれを反芻するわけ。反芻したものを、うん、選んでいただければと思います。では、いきます。嫌だね、これ。うえじゃないよ。どうぞ。これか。あ、この折ってある紙を開けばいいんだな。そうです。どれ？何度も読み返す、反芻文学は、池波正太郎。あ、ね、僕はね、ついにね、はい、このコロナに負けましてね。え、何に負けたんですか？コロナに負けてね、今まで手つかずに置いていた真田太平記を読んでしまいました。おお、これで池波作品の長編は全部いっちゃいました。わー、すごいですね。もうすごい。剣客商売もこの冬に、はい、4回目の読破を終えました。4回、まさに半数ですね。まさに半数です。牛のごときだ。鬼平ハンカチは7回僕半数してますから。すごいでしょ。半数しすぎじゃないですか。半数しすぎだと思います。とにかくびっくりしてね。はい、鬼滅の刃。はい。23巻。はい。3回半数しました。それもですか？わかんないんだもん、意味が。あ、確かにね。3回読んでようやく、あ、こういうこと？って分かってきました。ようやく煉獄さんの凄さが分かってきました。あ、そうですか。はい。はあ、すごいですね。いや、でも、佐田さんがね、そうやって4回だとか7回だとか3回だとか反芻する。うん、そのたんびに、いろいろ新鮮さってのが蘇ってくるんですか？いや、もう、あ、俺、この話何度も読んでるのに、はい、あ、こんないい話だったんだなとかね。はあ、それから、あ、あの時感激したけど、これ、そうでもなかったなとか。やはり時が経ったり時が経てば違う。あれ、佐田さんは読むの早い方ですか？早い方ですね。はあ、だから早いってことは読み飛ばしてるからちゃんと読んでないんですよ。はあ、でもこう、おそらく映像としてはパン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 言ってるんですね。そうそう、だからね、文章としてね入ってないから、なんかも読むとね、入ってくるんですよ。やっぱり、いやー、口に出しては味ない味ないなんていうのを聞くとね、お、口に出しては味ないことってあるよなと思ったりね。貸したとは思わないが、借りてくれたらありがたいとかね。ほー。うん、恩は着るもので着せるもんじゃないとか、ね。あらまあ。うん。
うん、いい言葉いっぱいありますよ、もう本当ね、はい、うん、なんかしかも池波さんってあのすごい分かりやすいあの生活に沿った話を書いてくれるんで、あんまり哲学的でもないしね、もう人間の、はい、人間というのは不思議なもんで、悪いやつが時々いいことをしたがるもんで、すんごいいいやつがついうっかり悪事に手を染めるんだよな、なんて、その通りだな、ね、人間はいいことしたり悪いことしたりするっていうのは、その通りだなと思いますよね。いやでも佐田さんも作家でいらっしゃいますからね、そんなところからこう、僕は作家っていうより小説家です。あ、小説家、はい、小説がいいですね、読後感のいい小説書きたいですね、爽やかな感じ、読んで得したみたいなね、ラストレターはそんなに得しないと思いますけど。いや得しましたよ。得した。私あれ3回半数してますからね。本当？ええー。3回半数した。3回ですよ。それはすごい。そうするとでも佐田さんがおっしゃるように、うん、あの1回目じゃ見えないことが、うん、やっぱりあの小説家佐田まさしさんの選んだ言葉っていうのが、うん、突き刺さって改めて突き刺さってくるんですよ。あれね、地方放送局のディレクターなんかにね、これバイブルですって僕3人ぐらいに言われましたよ。ラストレター。あ、そう。嬉しいなと思ってね。まああの当時の文化放送書いただけですけどね。いやすごい、すごい時だったんだなって。よく生きてたよね、あの人たちが。確かに。だからみんなこれキャラ立ってるけど、よく佐田さん作りました。作ってない、いるんだもんだって。恐ろしいよね。いやね、私もあの、その目撃者の一人ではあるんですけどもね。そうそうそう。3回目には本当に今の佐田、あの、佐田さんのお気持ちでしたね。よくあれ、いたよね。いたなっていうね。文化放送って本当になんか、あの魔宮だったよね。魔の宮殿だったよね。そうですね。もう奇跡のダンジョンだったね。そうですね、うん。そんなこと思いますよ。はい。もう一個いきます。さあ、それではですね、はい、反省します。はい。いきますよ。次に反省するものはこれです。ちょっと、よし。はい。佐田さんが何度聞いても飽きないご自分以外の半数か。ああ。ポール・サイモンは、ほうほう、定期的に聞きますね。ポール・サイモン。ポール・サイモン。それから、ビートルズは定期的に聞きますね。聞いてますか。もうだからね、うん、もう半数の数なんて星の数みたいなもんですね。そうですね。ねえ、定期的に聞いてますよ。はあ、なんかこう、まあ、僕はビートルズとポール・サイモン、サイモンとガーファンクルと加山雄三で、僕はいいですよ。あ、いいですよ。人生は。もうそこ半数しまくりですから。加山雄三、サイモンとガーファンクル、ポール・サイモン、はい、ビートルズで、ええ、いいです僕。ああ、もうこの4つで、まあ、時々カーペンターズもいいなと思いますけど。じゃあこの5人ですね。そうそう、まあ、そういう、僕見というか、いや、アバだっていいですけどね、そういう意味で、ね、どんどん増えていくな、マイケル・ジャクソンが最近いいね。あ、最近、最近マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン何をお聞きになってるんですか。いや、もう半数ですから、もうあれこれ、もうあれこれ、ビデオから何から、ポーとかいいんですか。そうそう、まあ、ええ、あ、今踊ってらっしゃいますけど、はい、これでマイケルって分かる、そうですね、後頭部の方にこう手をね、後頭部に手をプッと当てて、あの股にプッと手を置いてプッとやるだけで、後ろやると UFO みたいな、そうそう、 UFO になんないからね、そうなんないから、置くだけだから、ね、置くだけですからね、動くのは帽子だけですから、はい、すごい、いや、すごい、マイケルはすごいですね、マイコーです、マイコー、マイコー、マイコー、でもそうすると心なしか何か最近の佐田さんのステージでの動きが、はい、少しちょっとマイケル・ジャクソンの、マイケルっぽくないよ。いやいやそうですか。マイケルっぽいわけがないじゃない。いや、なんかこう軽やかなステップが、ムーンウォークできないもん僕。いや、今度やってみます。スローモーションで歩く、いいです ね、 ね、 ね、スローモーションで、ええ、歌もスローモーションで、いやいや、去年のあーそれはもう違う、それちょっと違うと思う。家帰って、あの倍速で聞いてもらうと小の話になる。いやいや、それはまた一つの芸だと思いますけど。あるいはもう早回しで歌う、早回し、うん、おめおめおめほらおめそれなんか、コロッケさんのモノマネみたいになっちゃうから、半分ぐらいで聞いてもらうとちゃんと、ちょうどそうそう、コンサートが短くなって、後が楽しい。さあ続いてですね、佐田さん、もっともっと反省しましょう。反省しましょう。反省ショッピング、コンビニによるとついつい買ってしまうものは。あ、佐田さん、どのくらいの頻度でコンビニはいらっしゃいます。毎日行きます。毎日ですね。毎日行きます。ってことは何をお買い求めになるのか。まず飲み物ですよね、あの、僕は炭酸水をちょっとここ数年、はい、炭酸水にハマってるんでね。へ、炭酸水買いますね。 R1 は、R1 当然買います、ね。あの、コンサート終わって2本買いますね。あ、2本、夜のやつと明日の朝の分と、うん。2本は必ず買いますね。はい。それからついつい、鬼平犯科帳のなんか漫画が、斎藤隆夫さんのが出てると、もう読んだやつ買っちゃいますね。何遍読めばいいんだこの話をっていうね、何ですかねあれ、はあ、あとゴルゴ13ね、読んだよこれっていうのをね何回も買っちゃいますね。どうい
しても本当に、あの鬼兵とかゴルゴは手が伸びちゃうんですね。ついね、なんか買っちゃいますね。あの藤枝バイアンとかね、斎藤隆夫には随分僕はサービスしてますよ。同じ本何冊も買いますよ。やっぱり部屋飲みが多いじゃないですか。はい。あの寝掛けに寝酒を飲むときにナイトキャップってやつですか。ナイトキャップでもテレビがね、なんかね、ダメなんですよ。最近。はい。ダメっていうのは、あのね、やんなきゃダメ、それテレビでっていう番組が多いんですよ。はあ。もうなんかね、芸人の愚痴聞いたりね、芸人のなんか楽屋話ずっと聞かされるとね、いやそれ俺らの楽屋の方がもっと面白いからって言いたくなるしね、だからまだ池の水全部抜くとかね、あのどっかの外国人呼ぶとか、テレ東は面白いね、さもなきゃ NHK ですね、NHK の BS のアーカイブスは見ちゃいますね。あれは見ますね。夜12時半過ぎからね、気がついたら2時ですよ、あなた、飲みながら、はい、つい酒が進みますね。そこからね、少しチャンネル変えると、ショッピングいっぱいやってますよね。やってます、ね。あれは釣られませんか？大丈夫ですか？買うんですよ。同じもん2回買うことだよ。そうですか？あ、これはいい。これで慌てましたよ。あの、足でね、あの10人ぐらいで足を揉んでくれるっていうのを、あのやってたの、ショッピングで。はい、それで、膝の上もね、太ももも揉めるっていうんで、うわ、これはいいなと思って、買おうとしたんですけど。コンサートね、終わった時にはちょっと膝もね、そうそうそう、っていうのを。昔買ったやつでした。だ注文した後で気がついて、慌てて取り消しました。あ、そうですか。取り消せるからいいですね、最近は。気がついてよかったですね。気がついてよかったね。同じもん二つ来ちゃってね、あったら今度手の方も行かなきゃいけないわけでしょ、うん、そうなのよ。ね。それでね、お尻だけ揉むやつってのあるんですよ。お尻だけこう揉んでくれるやつがあって、これがね、お尻だけ揉むっていうのはいいんですけど、重たいんですよ、やたら。やはりこもって、そうやってテレビだなんだでね、ご覧になって、まあ、家飲みっての多いと、どうしてもね、それは買ったりしますもの。酔っ払うとね、よく見えるんだよね。わかります。気も大きくなってね。これ、これが欲しかった。はい、冬着るね、ダウンのね、スイッチ入れると、熱線が入ってるやつとかね。あ、今ありますもんね。あれはあったかいんだよ。あ、ってことは買ったってことですね。3回買った。3回。あ、そう。毎年買ってる。毎年、どっか行っちゃうんですか、毎年。待ってて、そうですか。いやいや、充実した夜お過ごしで、ね、何よりでございます。いやー、さださんの楽しいトーク、まだまだ続きます。もう、ぎゅーっと濃い、ハッピーニューギューイヤー、絞りたてトーク、パート1でした。ちゃんと言えたね。言えた！さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな、腹満たす、生身の歌、元旦までよければよろしく、もう、しぶんない MC、暴れ、牛島直政ちゃん頼んだよ。寺島直政改め牛年仕様暴れ牛島直政がお届けしております。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキな腹満たす生身の歌、元旦までよければよろしく、再びブースに戻ってまいりました。生放送でお届けしております。 NHK では年の初めはさだまさしが始まりましたね、テレビを見られる環境にある方はテレビを見ながらラジオを聞くというのもいいかもしれませんが、ただあくまでもラジオ中心によろしくお願いいたします。さあ、ここでなんと素敵な方がブースにお越しくださいました。新年早々売れ牛さださんのファンの方にもですね、もちろんおなじみ湘南の風若旦那ことニラ真嗣さんです。ニラさん、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様、はい、明けましておめでとうございます。はい、ニラさんは、はい、ご存知の方は今知ってると思いますが、うん、こちらに来る前お仕事で埼玉にいらしたんですよね。そうなんですよ、ついさっきまでいましたね、はい、これがまたすごい仕事です。そうなんですよ、世界戦のちょうどメインマッチっていうか、はい、メインの試合で世界戦だったんで、はい、そこの国歌斉唱をやらせていただいて、格闘技ライジンの、もう今までどんなステージをいろんなことやってきたんですけども、はい、一番緊張しました。あ、そうですか。緊張というかなんか、リングの上でやらせていただいたんですけども、はい、もう選手の気迫というか、殺気が伝わってきて、歌ってる最中に武者震いでマイクがブル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 、テレビね見てた方いらっしゃるかもしれないんですけども、気づいてたかな、はあ、
気が伝わってくるんですね。気が伝わってきて、ね、あんなことあるんだなと思って、はい、そのくらいなんですね。武者震いなん武者震いでしたね。緊張の震いじゃなくて、うわ始まるそんな感じでしたね。そして感染をして、そうです、で、うん、そうおかげさまでめちゃくちゃいい席で見させていただきました。そうですか、はい、でもやっぱりね、まあ、私も実際には見たことないですけども、格闘技雷神特にね、うん、これは今年はすごかったですね。那須川天心さんも出たし、はい、でこうもう堀口さんとこの朝倉さんの、はい、ね、そうですよ、もう一回ね、リベンジがあって、因縁の対決ですもんね。因縁の対決があって、で僕あのキッドと、あの同級生だったんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でキッドの後輩じゃないですか、はい、堀口さんが、なんでなんか熱い気持ちになっちゃって、そうつながりがどこね、そうなんですよ、あるんですね、見てるかみたいな感じでキッドに言いながらやりました。そうなんですか、はい、いやでもあのこの仕事が来た時、国歌斉唱雷神で格闘技で、うん、あの歌ってほしいって言われた時っていうのはやっぱり嬉しかったもんですね。あのね、これ僕さださんの生さだに出る予定だったんですよ、本当は。あ、そうだったんですか。そうなんですよ、なんですけども、このコロナ禍で、両国がなくなったじゃないですか、はい、それで NHK に行くってことになって、人数制限で、マザーさんから電話来て、シンジごめんなってきたんですよ、はい、あ、そうなんですか。でも僕も、もうこれで始まんないと、1年始めらんないのに、もうまあでも一番辛いのマサシさんだろうなと思いながら、分かりました、分かりましたって言って、もう20年で初めてのお休み、大晦日、はい、わあとうとう来たか、仕事がない大晦日と思ったんですけども、はい、文化放送を呼んでいただいて、いやいや助かった。それだったら毎回来てくださるよ大変だと思うんです。それは、ね、助かったと思ったら雷神が来て、そうですか、なんか大忙しい、ね、はい、年末になりました。わざわざありがとうございます。あと今さださんのお話出ましたけれども、はい、あのさださんとニラシンジさんといえば、ニラさんがさださんのことをね、うん、もうあの慕ってらっしゃるっていうのは、これはもう今ラジオ機の方もご存知かと思いますが、はい、もう去年のことになりましたが、8月7日に長崎の稲佐山でね、はい、あの稲佐山公園野外ステージ、うん、平和記念音楽祭、これおやりになったんですよね、はい、これはもう、マサシさんがずっとやられてた長崎か広島へ、はい、そして長崎か東北へと、はい、こういう20年間やられたんですよね、で僕も出させていただいて、すごい素敵なイベントだし、長崎でやる意味っていうのを感じたんです、で、まあ、マサシさんも20年をやられて、当分やられてなかったんですよ、はい、で縁があって、僕はジャパネット高田の高田さんと出会って、はい、それでなんか長崎で若旦那一緒に何かやらないかってお誘いをくださって、はい、ぜひ正志さんの長崎から広島へと東北へを受け継ぎたいと、はい、と思いまして、正志さんに電話してやらせていただけませんか、さあ受け継いでくれるか、はあ、俺は20年やったんだからお前も20年やれよ、僕20年やったらっていけますよ、いけますよ、いけますかね、皆さんいける、そうなんですよ。でも、まあ、去年はコロナで残念ながらお客さんを入れることができなくて、はい、テレビあの BS で生放送っていう形になったんで、去年は0回目という、あ、1回には数えない、数えるのやめないかってマサさんに言われて、はい、そうですね、で今年がですね、2021年が、はい、1回目に今年やるんですね。やります、8月7日にやります。あ、それはいい、これまだね発表してないんですけども、ここですいません大丈夫ですか、いやいいんです、あ大丈夫ですか、フライングしてやります。ありがとうございます、はい、そうですか、これはもう楽しみにしてる方も多いでしょうからね、はい、8月7日にやらせていただきます、はい、8月7日はもう日にちは決まってる、うん、はい、はい、8月7日、今年もですね、長崎稲佐山の公園野外ステージ平和記念音楽祭、今年はお客さん来られるのを祈るばかりですね。もうね、僕はもう来る、来て、はい、ちゃんと来るもんだと思って考えてますから、はい、もうコロナ対策もしっかりしてやりますし、みんながしっかり楽しめるように万全に、はい、
準備したいと思います。そうですね、はい、いやいいことですよね、はい、いろいろとこれ私も以前ですね稲佐山って行ったことを、うん、佐田さんのね、はい、コンサートで行ったことがあるんですけども、あそこに行って初めて分かるものってあるんですよね。そうなんですよ、やっぱ長崎の人に聞くと、はい、長崎の平和教育というものが、はい、僕たち全然知らないんですね、でやっぱり北九州の人たちと長崎の人の平和教育っていうのが北九州に落とされる予定だったものが天候で長崎に落ちたということで、北九州の方も同じ日に黙祷しているっていうのを全然知らなかったんですよ、僕行くまで。そして長崎の人たちのその原爆落とされた日の黙祷というんですか、静かなる祈りなんですよね。そういうのも知らなかった、で今のこの世界情勢とか僕たちの生きるこの今の現世の時代に対して長崎の人の平和の祈りってものすごくメッセージだなってつくづく感じます、なのでちょっとやっぱり日本中にも伝えたいし世界にも本当なら発信したいなと思います。今年の8月7日ですね、はい、長崎稲佐山公園野外ステージで平和記念音楽祭、ニラさんが中心となっておやりになりますん で, もうねブッキングしてるんです、はい、あそうなんです。もう早く、はい、早く言えないんですけど、まだ言えないです、これは言えない、これは言えないんですけど、もう始まっております。あもう何人も決まってます。でもOK、ものすごい人も OK、 ものすごい人 OK もらってます。もうもらってるんですか。はい、もらいました。すごいですね、はい、ものすごい人来ちゃいます。これはですからぜひともラジオ機の方でね今聞いてくださってる方で、行こうという方ぜひ来てください、ね、今どうしようかなと思ってる方もぜひ行ってください、やっぱ平和を考えに来てほしいなと思います。はい、それではですねこの後佐田さんとの新春トークのパート2をお届けいたします。ニラさんも一緒にどうぞ聞いてください。はい、ありがとうございます。聞きます。佐田まさしカウントダウンスペシャル、ステーキなハラミタス生身の歌、元旦までよければよろしく。もうぎゅーっと来い、ハッピュー乳牛イヤー絞りたてトークパート2 いやーこれなかなかね覚えられないですね。あ今ハッピューって言ってたもん、言っちゃいましたね。ハッピュー、もうハッピュー乳牛って言ってたもんね。いいな、これなかなか慣れませんね。こういう早口言葉が難しいかもね。いやそうですね、もうぎゅーっと来い、ハッピー乳牛イヤー絞りたてトーク言いにくい、これなんかね、馴染まないですね。馴染まない、わかる、わかる、私にはもう馴染んだ頃には来年だしね。そうですね、本当に、もうトラってやらなきゃいけないからね。そうですよ。そうだよね。テラちゃん、はい、牛のことわざクイズもう一問、もう一問、はい、はい、これに正解すれば300万円やったー、行くよっすよ。300万、針の泥棒が牛を盗むという韓国のことわざがあります。おここで言う針とはお裁縫に使うあの針です。はい、針泥棒が牛を盗むってどういう意味でしょう。韓国のことわざですよね。韓国のことわざです。韓国といえば焼肉、焼肉から離れなさい。わかりました。焼肉屋に針泥棒が舞い込んで大騒ぎという意味ですな。離れようよ焼肉から。正解は針のような小さなものを盗んでいた泥棒がやがて牛のような大きなものを盗むようになる、そういう意味。そう。だから嘘つきは泥棒の始まりっていうじゃないですか。あ、そういうことなんですか。うわ、新年からまたまた勉強になりました。悪事は、悪事はエスカレートするってことですよ。いや、だけど、佐田さん、2021年、はい、ね、悪事のない明るい一年になるといいですよね。いいよね。人を騙して儲ける奴らはもう、本当に、鬼殺隊に入りたいね、私は。鬼殺隊ですか。鬼殺隊に入ってね、撃滅したいね。ね、私は柱にはなれませんけど。おお、うん、はい、柱は無理ですけども、鬼滅の刃3人ぐらいならいけると思いますよ。はい、はいはい、あ、そういえばね、はい、あの新しい年になりました。なりましたよ佐田さん。何ですか。お知らせあるそうですね。お知らせがあるっていうか、もうさっきも言っちゃいましたけど、あ、そうですか、ステージで、新しいアルバムが4月に出ます。おめでとうございます。ありがとうございます。
4月ですね。4月ですよ。サダドンですよ。ええ。サダドン。サダドン。うん。あ、サダドンというタイトル。サダドンですよ、もう。ほう。サダドンブリ。あ、ドンブリってことですね。そう。あのね、去年ね、奇跡2021、はい、奇跡をね、僕、カバーし直したんですよ。はい。で、カバーというと思い出されるのは、新自分不動機。はい。新自分不動機の第3巻。はあ。はい。今回は、コマーシャルとか、はい。主題歌になった歌ばっかり歌い直してみました。あ、素敵。メインがニャンパク宣言。メインか。いいですよ、いいです。情けない。奇跡もコマーシャルで使っていただいた曲じゃないですか。はい。で、実は関白宣言映画になってんですよ。僕何十年ぶりで僕スタジオで関白宣言歌い直しましたよ。あ、そうですか。難しかった。あ、難しかったですか。バンドがえ、あの当時ってこうリズムボックスとか使わないの。はい。だから僕がギター弾いて歌ったのに全員が合わせて、はい、それでレコーディングしてるじゃない。びっくりした。本当に難しかった。へえ。あんなに関白宣言あんなに歌い慣れてるのに、あんなに時間かかるレコーディング初めてだった。やっぱりこう馴染まないんですね、今の自分のこの。っていうかね、あの時を再現しようとするからいけないということに気がついた。ああ、そこなんですね、うん。あの時に自分がなった、何をやったかをなぞろうとしたら終わるね。はあ。だそうじゃないんだと。関白宣言をあの時のアレンジでちょっと歌ってみようと。こういう軽い気持ちになった方がいいんだと。そう言ったら一発でスッていきましたね。あ、そうなんだ。取れるまでバンドが頭抱えちゃって。はあ。まさし、こんなに難しかったっけこの曲って、みんなそんなに、うん、へえ、大変なことでしたよ。いや、人間もやっぱり、うん、その時とともに変化してるってことなんですね。変化してるんですよ、ね、だからもうあの当時ね、主題歌になったものとかね、歌い直してみるとね、さだまさしの歌難しいね。作ってたんですね。作ってた ね、 ね、あれカラオケでさだまさしばっかり歌う人いるじゃない、時々、はい、勇気あるね。勇気ある勇気、あれをね、人に聞かせる勇気はないな、俺は。いやいや、好きだから。だけど、でもそれまとめちゃったから。いや、すごい。サダドンでね。サダドン。私たちから、聞く側からしてみると、あれ、どういう風に仕上がってんのかな、で、どういう絵なのかな、とか、いろいろ楽しみ。基本的には、うん、基本的にはオリジナルのアレンジを壊さないようにやろう、というんだけど、はい、全然違う曲になるもんですね。そういうものなんですね。うん。まあ、あえてそうしてるところもあるけども。はい。はい。面白かったです。いや、サダドン。4月、21日。はい。ですね。発売になりますから。はい。さて、今回ですね、はい、サダさんの、サダマサシの半数歌の他に、半数歌の他に、2020年、売れ牛かったこと。あ、嬉しかったこと。嬉しかった。嬉しかったこと。嬉しかった。嬉しかったこと。うん。2021年は、こうしたい。こうし。こうしたい。こうし。あうしたい。あう、あうしたい。こうしね。こうしたい。こうしたい。あうしたい。いいね。これです。こうしって英語でなんていうか知ってる？こうし？こうし。ミニ、ん？ミニカウ。ノノノ。ノ、スモー。チェック。え？チェック。チェック。こうし。やられた。いや、これは反数すると、うん、反数しますよ。チェックだ。そう。ああ、参りました。してたよ、川崎市のみゆきさん。そうそうそう。募集してますからね。ね。はい。テラちゃんの、テラちゃんの牛が楽しみでしょうがない。この人だから毎年来てくれてるんだよ。はい。だからテラちゃんの牛が楽しみだ。ええ。私はこの前、明日から佐田さんが R1 のコマーシャルに出演するらしいよという LINE の知らせを見た。はい。R1 のコマーシャル僕出てますから、屋根の上でなぜか。そうそうそう。そうそうそう。ええ。R1 のコマーシャル。という LINE の知らせを見たときに、全裸でお盆を持って股間を隠す佐田さんを想像しました。次の日、R1 違いだったことに気づきました。R1 グランプリと間違えたんだ。そう。もう、いや、こんな私。ああ。R1。R1。強さ引き出す R1 ですからね。ねえ。さて、去年はですね、コロナ禍で重たい空気の一年でしたけども、うん、まあ、そんな中ですね、そんな中に、このあったさださんの嬉しかったことってのは何ですかね。いや、これはやっぱりね、コンサート再開できたことでしょうね。あ、最大の喜びって。9月から。9月1日から。はい、12月6日まで30ステージやりました。はい。30ステージ。一人の感染者の報告もないんです。素晴らしい。もうお客様がありがたいね、。これはゼロリスクではないし、いつ何が起きてもおかしくないんだけど、うん、お客様が
ちょっとやだなと思ったら控えてくださったんでしょうね。はい。あの、正しく恐れて正しく精一杯のことをやっていれば、まあそれはゼロではないけども、はい、僕ら大変だけどね、うん、PCR 検査、つば、ね、で受けるんですよ。はい。バンド全員がね、なかなか、つば出ないんですよ。そうだ、うん、だからみんなで交代でね、お部屋の中に入って、交代検査じゃないですよ。PCR ですよ。交代で行くだけでね。ちょっと紛らわしかったですね。紛らわしかった、今ね。はい、うん、で、こう、つばこう出すんですよ。こう、下が三角になったやつの中で、こう、溜めなきゃいけないんです。はい。で、溜める間、なかなかみんな10分とかね、苦しんで出してるんですよ。もうとうとうね、同じ先生が来てくれるんで、あの、3回目にはね、あの、壁にね、あの、梅干しが貼ってありました、写真がね。あ、写真貼って梅干しの写真が貼ってあります。酸っぱくなるような、ね。そうすると我々条件反射でね。レモンとかね、そういうのが入ってきますからね。そうすると、って言うんでね、やっぱり早かったですよ、みんな。あ、そう、まあ。やっぱりそういうもんなんですね。やっぱりね、もう、なんていうのかな。PCR の犬みたいになっちゃってます。ああ、もう、パブロフじゃなくてね。パブロフじゃなくて。PCR の犬。もう今、PCR って見ただけでよだれ出てきますから。よだれは出ないと思うけど、でも出さなきゃって出さなきゃって思う。なるんですね。もう PCR 僕ら普通ですからね。はい。うん、さて続いてはですね、あ、これいこうかな、はい、新年を迎えたら猛ダッシュで取り組みたいことなんでしょう。やっぱりね、もうコンサートやり足りないですからね、どんどんコンサートやっちゃいますね。いいですね、これですよ、それとね、寒いうちはね、あんまりね、ゴルフ場とか出入りしない方がね、体のためには良さそうなんで、暖かくなるの待ってね、はい、それまではじっといろんな創作をしたり、それからまずはコンサートですね。まあまあまあ、こういうご時世ですから、満席のコンサートっていうのはちょっと難しいと思うんですけども、ね、はい、まあ、できるだけ、聞きたいって言ってくださる方。まあ、幸いにして30回、去年ね、9月からやりましたけど、はい、感染者が一人も報告がないので、まあ僕ら、なりの精一杯の安全なね、コンサートをやれる自信がちょっとついてきたんで、まず体大事にしながらコンサートを順調にやっていけたらいいなってとこですかね。あとはもうこの騒ぎが終わったら、はい、みんなで打ち上げやりたいですね。いいですね。ね、コロナ脱出打ち上げ大会。はい。ね。脱出だ。そうだ、みんなで、国立競技場でね。国立競技場で、そうそう。花火バー上げてね、風船バー飛ばしてね。ヤクルトに謝りに行ってね。本当やりたいですね。ね、うん。いやー、いいですよね。うん、なんか、パーッとこうやりたいですね。パーッとやる。そろそろみんな会いたいもん。ね、人に。はい、ね、うん、もう会いたいしね、ちょっと一緒に飲んで、うだうだ言いたいよね。お前な、この間、まだ参ったよとかって話、バカだねって話いっぱいありますからね。はい。いや、もう、さださん、あっという間の時間になりまして。あっという間でしたね、本当に。それではですね、最後にラジオ沖の方にメッセージをお願いいたします。ラジオ沖の皆さん、ラジオっていうものがね、いかに面白いかお気づきになった一年だったんじゃないかと思いますね。身近にあるしね。で、ラジオというのは、一回データを、言葉というデータを脳みそに入れて、自分の中で回答するというね、こういう作業が必要なんですね。ですから、脳にも良いんですよ。で、想像して、なんとかのような、色をしていて、とかって報告あると、あ、なんとかの色ってどんな色だっけな、あ、そういう色か、とかね。はい、で、味はね、ちょっと酸っぱいような、甘いような、甘酸っぱいんだ、とかね。はい、この想像力がね、人間の脳を活性化しますから、ラジオを大事にしましょうね。しかもラジオはそれを同時に脳の中で行いながら、別の作業もできるという大変便利なことになっております。私、今、テレビの、今夜も生でさだまさしを担当しておりますが、あれ、の番組の活用法で一番流行ってるのが、トラックの運転手さんたちが、音だけ聞いてる。十分いけるってハガキが結構来てますんでね。やっぱりね、ラジオっていうのはやっぱ我々にとって脳を活性化させる重要な、アイテムだと思いますんでね。今後とも文化放送をよろしくお願いいたします。はい、以上、もうぎゅーっと濃い、ハッピー乳牛イヤー絞りたてトークでした。やっと言えたね、ちゃんと。さだまさしカウントダウンスペシャル、ステーキなハラミタス生身の歌、元旦までよければよろしく。
さだまさしカウントダウンスペシャル、もうすでにですね、ゆく年くる年さだまさし生配信は済みまして、今さだまさしさんは NHK、こちらで放送をしております。そして、こちらの某都内の会場にはですね、湘南の風若旦那ことニラシンジさんにお越しいただいております。先ほどもお話をお伺いしましたが、去年になりますね、もうあの日付変わりましたから、2020年の大晦日に格闘技ライジンで国歌斉唱を行ったニラシンジさんです、はい、そして、今年2021年、去年も行いました、残念ながら無観客で行った、この毎年夏にこの行っていこうという平和記念音楽祭、今年もやるというね、うん、はい、こういうお話をお聞きいたしましたが、はい、うん、おそらくラジオ機の方、ニラシンジさんご自身の予定はどうなってんだっていうね、楽しみに待ってる方が多いかと思うんですよ、はい、やりますよね。いつもね、自分のことはさておきになっちゃうんですけども、1月18日に、はい、新年明けましておめでとうということで、はい、配信デジタル武者修行ライブというね、はい、あの昨年というか、そうですね、昨年まで、武者修行という自分の弾き語りツアーをずっとやってて、60本ツアーだったんですけども、多分40本ぐらいだったっけな、で途中でコロナで来て終わってしまったんで、はい、1年間やれてなかったんですよ、はい、で2021年はまた再開しようと、でもちょっとやるの厳しそうだなと思って、とりあえず配信ライブにしました、はい、これはあのストリーミングプラスでね、配信をするということで、まあ、詳しいことはニラシンジさん あのオフィシャルホームページ、うん、こちらでご覧になっていただければ、はい、夜8時からですね、そうです、1月18日月曜日、たった500円でやらせていただきます。500円でやらせていただきます。これもうちょっと高くしてもよかったんじゃないですか。もうでもね、あの本当出演者僕一人なんで、でもう自分のギター持ってやるだけなんで、はい、そんなお金いただけないなと思って、もう本当初経費のみ、ちょっと皆さんからいただいて、でもその後トークもやってね、トークもやります、はい、でトークはまたあの、ね、プラス500円でね、はい、うん、そこではちょっとゲストを呼びたいななんて思うんですけども、ぜひ皆さん楽しみにしてください。いやこれは1月18日、はい、これもあの発表になったのが昨日ですから、昨日です、はい、12月31日に発表になりましたね。本当ドタバタしてしまって、いやいやでもね、あのやっていただけるだけ嬉しいって方多いと思いますよ。ありがとうございます。それも500円ですよ、はい、今500円のことワンコインってよく言いますからね。ワンコインで聞けます、ワンコインで聞けますから、これはぜひともあの興味のある方はぜひあのニラシンジさんの弾き語りツアー2021デジタル武者修行、1月18日月曜日、うん、夜8時から配信します、詳しいことはニラシンジさんのオフィシャルホームページ、こちらで、確認をしていただきたいと思います、はい、改めてなんですがニラさん、この2021年どんな年にしたいですか。いやでもとにかくなんかネガティブな気持ちはもう絶対にポジティブに変えていくんだという気持ちでいきたいなと思ってます、でなんか2020年通して思ったんですけども、こうやっぱり自分の免疫を高めないといけないなとか思ったんですね、だから体を本当に強くしないといけないなと思い、ずっと1年間マラソン続けてきたんで、2021年ももうバッチリ、もう明日、明後日、はい、初バジーを皇居に向かってやろうかなと思ってて、うわ、そうだから体を強く持っていきたいなと思ってますね、うん、そうですか。いやこれは見習わなきゃいけないな。いややってください。だからもう夜 ね僕飲みに行かなくなっちゃったんですよ一切。そうですか、うん、そうなんですよ。朝しっかり走って、朝朝食を食べると。あら、そう、そうすると夜飲みに行かないで感染予防にもなるし、はい、そうですよ、体も強くなるし、っていうことで結構いいこと三昧だったんです。いやニラさんが言うと説得力ありますね。本当ですか、ぜひ本当にやってください。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうあっという間のお時間になりまして、はい、ここでニラシンジさんとはお別れとなります、はい、もうぜひとも1月18日のね月曜日のこの、はい、デジタル武者修行ストリーミングで見ていただこうと、ね、はい、また呼んでくださいね。ぜひともお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。本当によければ毎年どうぞよろしくお待ちしております。よろしくお願いします。寂しいんですよ、はい、あと長崎にも来てください。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。湘南の風若旦那ことニラシンジさんでした。ではさださんのゆく年くる年さだまさし生配信、事前録音した模様の中から心を重ねて聞いてください。
よ泣きたい時こそそばにいよう私たちは家族私たちは兄弟今心重ねて歌おう長崎の空から世界中の空へ本当の平和をこの手に長崎の空から世界中の空へ差しカウントダウンスペシャルステーキなハラミタス生身の歌元旦までよければよろしく事前にですね佐田さんの半数歌ですとか2020年嬉しうしかったこと2021年はこうしたいあうしたいたくさんいただいたのをなかなかご紹介できずに申し訳ございません、全部私目を通させていただきます。それにしても年末年始の佐田さんも大忙し NHK 紅白に出てねライブやったでしょそしてまた NHK に戻って、特別番組ね、おやりになってるというこういう状況しかしその佐田さんが頑張っているから私も頑張るという方多いでしょうねかくいう私もその一人でございます佐田さん頑張れ私も頑張りますお送りしてまいりました佐田まさしカウントダウンスペシャルステーキな腹満たす生身の歌元旦までよければよろしくそろそろお別れの時間となりました今年1年があなたにとって豊かで笑顔の増える年となりますように祈りつつお別れいたします今年も文化放送はさだまさしさんの味方であり応援団ですさだまさしさんの歌の数々と楽しいトークを機会のある限りお届けしてまいりますお相手は寺島直政改め牛年仕様暴れ牛島直政でしたもう幸せ色に桜が咲いた咲いた咲いたほら桜が咲いた